はい、ここではセクション 1-4 1時間でわかるアニメーション制作の基本、この項目を著者である私川原が実際に作っていく様子をご紹介していこうと思います。この部分はまだアフターエフェクツを使ったことない人が1時間でアフターエフェクツでアニメーションを作ったことがある経験者になってもらうことを目的とした本書の肝となる入り口の部分となりますので、しっかりクリアしていただけるようにと思い、こちらの動画を購入者特典としてご用意させていただいております。やっぱり何か一つアニメーションを完成させると自信もつきますし、アニメーション制作の楽しさも分かってくると思いますので、ここは確実にクリアしていただけたらなと思います。では早速制作を進めてまいります。まずはじめにコンポジションを作成します。コンポジション、新規コンポジションを作成、名前を入力します。カット01、そしてプリセットのタブから HDTV1080/29.97 を選択。デュレーションは3秒、これがコンポジションの映像の長さの設定となります。フル HD サイズの3秒のからの映像を作成する感じですね。 OK でコンポジションが作られます。3秒のタイムラインが作成されてからの映像があります。ここに文字を配置していきます。横書き文字ツールを選択し、画面をクリック、文字が入力できますので入力します。入力した文字の設定はこの文字パネルから変更していきます。フォントを変える場合はこのタブで変えていきます。塗りの色を選択して色を設定していきます。これが文字のサイズですね。180と入力します。そして整列のタブから中央に配置します。次にアンカーポイントを設定します。アンカーポイントツールを選択します。このポイントがアンカーポイントです。アンカーポイントツールを選択すると移動することができます。このアフターエフェクツのアニメーションはこのアンカーポイントを中心にアニメーション変化が起こりますので、例えば回転を加えるとこのポイントを中心に回転したり、スケールならこんな感じですね。この点を中心にスケールが変わります。ここではアンカーポイントを中心に移動します。コントロールキーを押しながらドラッグすることでこの中心に吸着します。次にアニメーションを設定していきます。この文字のタブを開きます。トランスフォーム、スケールの数値をクリックします。2000と入力します。エンター。これでスケールが 2000% になりました。この状態でこの横にあるストップウォッチをクリックします。これでキーフレームが設定できました。このキーフレームにはこの0秒の位置に 2000% の大きさというふうに記録されています。次にこの時間インジケーターを15フレームに移動します。15と入力して OK。 インジケーターが15フレームに移動しました。もちろんドラッグで移動しても構いません。そして次にもう一度スケールの数値をクリックして100と入力します。これで15フレームの時に 100% の大きさというふうに記録されました。これで、ズームアウトのアニメーションができました。プレビューはスペースキーで行ってスペースで止めています。スペース、スペース。次に背景を作成します。レイヤー、新規、平面。名前を入力します。BG01、バックグラウンド01ですね。そして色を設定します。ドラッグで文字の下にレイヤーを移動します。さらに背景をもう一枚作成します。レイヤー、新規、平面、 BG02。 そして2つ目の平面の色はこの文字の色と同じにしたいので、このスポイドツールをクリックしてスポイドで文字の色を選択します。そして OK、一番下に移動。 BG01 のトランスフォームを開きます。スケールの項目のこの縦横比の固定のチェックを外します。そして高さを 80% にするとこんな感じですね。大きさが、高さが 80% となり、下に置いてあるこの BG02 が表示される状態となります。これでレイアウトが完成しました。
次にこの文字に光が流れるように設定していきます。文字レイヤーを選択してエフェクト、描画、CC ライトスイープを適用します。こんな感じで光が追加されました。時間インジケーターを15フレームに移動します。そしてこの光のスタート位置を設定します。この1アイコンをクリックするとこんな感じで位置を設定できるようになるので、文字の左側に設定します。クリック。この状態でキーフレームを設定します。次に時間インジケーターを2秒後の2秒15フレームに移動します。そしてもう一度1アイコンをクリックして、次は文字の右側に移動します。するとこんな感じで光が流れるようになりました。ただこの状態ですとアニメーションの途中で光が映り込んでしまうので、この出現が終わる一つ前14フレームですね、この状態の時に光を画面の外側に設定します。1アイコンをクリックして1を画面の外側に移動。こうすることで出現の時には光が映らずに、出現が終わった後にこう光が流れてくるようになります。これでアニメーションが完成しました。では最後にこのアニメーションを書き出していきます。書き出すときはこの書き出すコンポジションを選択状態にしておきます。このいろいろなウィンドウクリックするとこの青い線で囲まれて選択状態となります。書き出すときはこの書き出すコンポジションをまず選択状態にしておきます。そしてファイル、書き出し、Adobe Media Encoder 級に追加をクリック。すると Adobe Media Encoder が起動します。メディアエンコーダーが起動すると自動的に今のコンポジションの Q が読み込まれます。これですね。ではこの形式をクリックして引き出し設定を行っていきます。今回は形式 H264、 そしてプリセットから YouTube 1080HD、 これがよく使うフル HD の MP4 形式の設定となります。そして次に出力名をクリック、保存先と名前を設定します。これで OK をクリック、そして Q を開始をクリックすると書き出しが始まります。書き出しが完了しましたので、保存先を見てみると動画データが書き出されています。こんな感じで作成したアニメーションが動画で書き出されます。これがアフターエフェクツのアニメーション制作の全体の流れとなります。コンポジションを作って、その中にアニメーションを設定、そしてそのアニメーションが入ったコンポジションを動画データに書き出す、こんな感じですね。ここまでの作業を進めていただけると、初めての方でもアフターエフェクツでアニメーションを作ったことがある経験者になれますので、ぜひ確実にクリアしていただけたらなと思います。何名かの方に実際にどれぐらい時間かかったっていうのをお話聞いたんですが、若干1時間こぼれたよという方もいらっしゃいましたが、間違いなくクリアできると思いますので、ここは確実に頑張ってクリアしていただけたらなと思います。今回は以上です。またお会いしましょう。